皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームです。今日もですね、ウニギルバープリン2020やってきたらと思います。今日はですね、6月29日からやってきたチェルシークラブセレクションレベマ比較やっていきたいなと思います。今週はですね、プレミアリーグからチェルシーとシティっていう2クラブが来てるんですけど、まあやっぱり今週はこっちかな。雨のチェルシーも大好きですけど、こっちのチェルシーも大好きということで、もう激アツハッピーセットな内容になってますので、ぜひチェックしてみてください。ということで僕のですね、独断点検なんですけど、 S から C の評価もつけていきますので、そのあたりも参考にしてみてください。では行きましょう、レッツゴー。はい、またですね、 B 評価基本的には使わないが、希少性や他にない特徴を持っている選手ということで、一発目ケパ選手ですね。いや見て、今回ゴールキーパー系まさかの全部カンストですからね。いやーなんかなんだろうな、昔で言うとさ、ゴールキーパー系カンストってめちゃめちゃすごいことだったんですけど、最近は結構増えてきたなって印象ありますね。で能力に関してはですね、言うことないんですけど、でもゴールキーパーってやっぱりですね、能力と同じくらい大切なのがコンディション安定度っていうのと身長なんですよね。っていうところを考えると、ちょっとケパ厳しいのかなって感じしますね。まあライブアップデート良ければワンチャンですけど、まあそのぐらいの感じなのかなとは思ってますね。ただオール99っていうのはシンプルにすごいですし、まあ僕ね、昨日のウイレコロシアムでもそうですけど、ガキ使でレイナ使ってるので、まあ守護神は愛、それを僕は一番伝えたいなって思ってますね。はい、で以前のケパと比較すると、はい、もうこれは文句なしの過去最強なので、はい、乗り換え案件でいいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく B 評価マルコス・アロンソ選手ですね。この選手前出てきた時は A 評価にしたんですけど、まあ環境もだいぶ変動しているので、今回は B にしました。で希少性はですね、間違いなくこのガチャの中でもトップクラスで、サイドバックでインナーラップサイドバックというかなり珍しいプレスタイルを持ってますね。まあ適正の広さからも分かるように、結構ですね、攻撃性能がサイドバックとしては高いですよね。まあグラッパーフラッパーともに90超えてたりとか、ドリブルやボールコントロールも結構高いので、はい、このあたりが特徴になってきますよね。でコンディション安定度なんかも6あるんですが、まあ守備能力だったりとかスピード瞬発がですね、割と並な数値なので、結論ガチスカに入ってくるかって言われると結構難しいのかなと思いましたね。まあ希少性もあるので悪くないですけど、ちょっと癖があるのかなって印象ですね。はい、で以前のですね、マルコス・アロンソ選手を比較すると、結構これ難しい比較なんですよね。これ能力だけだったら今回かもしれないですけど、まあスキル追加だったりとか、まあちらほら前回勝つ数値もありますので、そういったところで言うと僕は乗り換えなしでいいかなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A 評価能力がそこそこ高い選手、ライブアップデート B 上であれば使いたい選手ということで、一発目ジョルジーニョ選手ですね。はい、この選手結構異質なプレーメーカーで、まあ圧倒的なパスの高さっていうのは、まあプレーメーカーらしいですけど、守備能力見てください、めちゃめちゃ高いんですよね。これですね、まあライカールトとか、あとストロートマン、この辺りとタイプとは近いかなと思ってるので、まあライカールト持ってなければ、一度使ってみてハマる可能性っていうのは十分あるのかなと思っております。まあスキルもですね、パス系はすごく優秀で、インターセプト持ってたりとか、こちらもですね、まあ能力スキルともに攻守に貢献可能なのかなと思っております。ただちょっと気になるのはスピードのところとフィジカルなんですよね。まあここが結構低いので、そこがどうかなっていうところは使ってみて判断って感じですかね。まあライブアップデート良ければこの辺りも底上げされて、だいぶですね強くなりますので、ガチスカで使うのであれば、ライブアップデート B 以上っていうのは必須になってくるのかなって印象ですね。はい、で以前のですね、ジョルジーノと比較すると、これちょっと悪魔の契約しちゃったかな。スピード瞬発がめちゃめちゃ下がってる代わりに、他の数値がですね結構上昇しているということで、まあこれは今回ですかね。まあ難しいな、でもまあ今回かな。うん、基本的には今回だと思いますので、まあちょっと悩んでいただいて、これ見ていただきたいですけど、はい、僕は今回推しかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく A 評価ウィリアン選手ですね。この選手すごい悩みました。今回 A 評価にしたんですけど、まあ希少性とか考えると A プラでも良かったかもしれないですね。あれ、この選手長所と短所かなりはっきりしていて、短所で言うと空中戦はフィジカル、そして決定力ですね。まあ決定力レベルまで83しかいかないので、ちょっとフィニッシャーとして考えにくいっていうのは一つマイナスかなっていうのと、逆に長所で言うと、それ以外のドリブル、パス、スピード、フリーキック系、この辺り全て高水準なんですよね。はい、この抜け漏れがない感じがすごく強いなと思ってるので、はい、ウィングストライカーらしいというか、この辺りはさすがの高さですよね。でスキルもですね、バランスよく持っていて、ワンパピンクロだったりとか、この辺り高いパス数値と相性も抜群なので、はい、ここもすごくいいなと思いました。ただ横を言えば、さっきも言ったようにオフェンスセンスだったりとか決定力、この辺りがもうちょっと惜しかったかなっていうのと、あとはせっかくこのパス数値高いので、スルーパス持ってれば僕はもっとなんか使ってみたかったかなって印象ありますね。まあ今回は A 評価にしましたけど、ライブアップで B 以上で好調が連発できそうであれば、ウィングストライカーの中でもだいぶ上位にはなってくるのかなと思います。で以前のウィリアンと比較すると、まあこれは完全に乗り換え案件ですかね。はい、フライパスプラス4っていうのがかなりいいので、はい、ぜひ乗り換えしてみてください。ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A プラ評価能力が非常に高く、ガチスカ級選手、ライブアップデート C でも使いたい選手ということで、メイソン・マウント選手ですね。はい、マウント過去最高総合値98で登場ということで、はい、マウント当てて友達にマウント取っていきましょう。まずですね、能力見ていただきたいんですけど、もうこのバランス感ですよね。しっかり95超えてる数値もありつつ、全体的なバランスがとにかく素晴らしいですよね。はい、ドリブルパスだけじゃなくて、決定力
力なんかも90乗せてくるので、攻撃の選択肢っていうのが非常に豊富な選手ですよね。でフィジカルなんかも最低限ありますし、うん、マウントは十分ガチスカで通用するんじゃないかなと思います。でスキルも特にパス系が豊富で、あとはダブルタッチ持ってるのも素晴らしいですよね。あとはスキル追加が一つ空いてますので、エラシコ追加して特殊ダブルタッチにするのもありですし、個人的にはですねワンパだったりとか、あとシュート系つけるのも全然ありだと思いますので、このあたりぜひスキル追加もやってみてください。まあ育成は結構大変なんですけど、育てる価値はですね間違いなくあるんじゃないかなと思います。で以前のマウントと比較すると、前回からは間違いなく乗り換えで、1回目とですね結構上下あるんですよね。で好みは分かれるかもしれないですけど、ちゃんと見ていくとですね結構重要な数値は今回上がってますし、まあプレースキックカーブとかは最悪下がってもそんな痛手ではないので、そう考えるとですね僕は今回のが全然強いんじゃないかなと思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね同じく A プラ評価、エイブラハム選手ですね。懐かしい、昔は横顔のアイコンいじってしまってすいませんでした。はい、で個人的にはですね僕このガチャでリュディガーと同じぐらい強いんじゃないかなと思っていて、いやめっちゃ強くない？この得点能力にスピード、そしてこのフィジコンとボリコンの両刀ね、体も強ければギュインと前に入る力もありますので、理不尽な得点に期待できるんじゃないかなと思います。まあ身長もあってヘディングジャンプ数値もかなり高いので、まあコーナーキックだったりとかクロスに合わせて得点を決めるっていうのも余裕で対応可能ですよね。なんだろうな、なんかラインブレーカーのロナウドみたいな、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そんな印象をすごく受けましたね。スキルもですねかなり増えて、まあワンシューもね、まあこれ元からですけど、はい、持ってたりしますので、 C でも全然僕使えると思ってますし、 B 以上ならガチでヤバい選手だと思いますね。まあただドリブルちょっと低めなのと、グランダパスとかフライパスもそこまで上手くないので、まあやっぱりフィニッシャーとして考えるのが理想なのかなって感じですね。はい、でレバンドフスキとですねちょっとタイプ近いかなと思って比較してみたんですけど、やっぱりタイプ結構似てますよね。まあゴリゴリいけるラインブレーカーということで、決定力、ボルコン、ドリブル、この辺りはレビーなんですけど、実はですねスピションフィジカル、守備能力など勝ってる数値結構多いんですよね。いやこれいいんじゃない、レビーと同じかそれ以上の強さ持ってると僕は思いますので、はい、当たった方かなり喜んでいただいていいんじゃないかなと思っております。で以前のレバンドフスキじゃなくて、以前のエイブラハムと比較していくと、はい、これは完璧に強くなってますね。中型アップデート後2回目の登場なんですけど、前回よりもだいぶ強くなってますので、これはもう過去最強でいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですねエイプラ評価、ルーディガー選手ですね。今週カンテと同クラスレベルで大当たりということで、もうルーディガー星ガーって感じですね。はい、でボールダッシュのですねトップ強化がやばすぎるのと、ディフェンス能力やばくない？ディフェンス95、ボールダッシュ98、アグレッシブネス94まで上がってきてますね。さらにですねフィジコン完走だったりとか空中戦も OK ですと。でこの能力でスピード見てください、91、瞬発88なんですよね。いやこれは超欲しいっすね。まあ190と身長もありますので、真ん中のセンターバックとしてガチスカ起用全然ありなんじゃないかなと思っております。個人的にはクリバリ・リュディガーとか、あとはキャンベル・リュディガーとか、そういった感じで使ってみたいですね。まあただこのキャンベルは6なので、ライブアップデート C の時はサブにセンターバックね、まあキャンベルだったりとかプジョルだったりとか、そのあたりの B 固定と一緒に使えるとベストかもしれないですね。はい、センターバックもそうなんですけど、あと DMF が薄い適性あるので、意外とこういうところでも使ってみるのは面白いのかなって思いましたね。でハードプレスで比較してみると、いやまあでもねこう見るとハードプレスセンターバックっていい選手めちゃくちゃいるなと思ったんですが、まあこの中でもパス打ちっていうのは非常に高いですし、あとはディフェンス能力とスピードの総合力ですよね。はい、ここに関してはクリバリ・ルーベンと同等クラスといっても遜色はないと思いますので、はい、素晴らしいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。最後はですね S 評価、ぶっ壊れ選手、基本的に誰が見ても当たりの選手ということで、ゴールカンテ選手ですね。はい、で能力見ていきましょうか。でゴールキーパーセンス99、コラプシング99で、ゴールキーパーちゃうわということで、見てこの数値、マジでゴールキーパーと一瞬間違えるレベルの能力値ですからね。この圧倒的スタミナに守備能力ということで、刈り取り性能で言えばもうアイコニック含めてもナンバーワンなんじゃないかなと思っております。まあこれでいてスピードあって、パス数値なんかの展開力もありますので、まあ強いよなって感じですね。でスキルもすごく優秀で、最近バリオスとかも使ってると思うんですけど、中盤でダブルタッチでちょっとテンポ変えてからのパスとかってかなり通りやすいので、はい、ダブルタッチもすごく嬉しいですよね。でビエラとですね比較してみたんですけど、まずねこの身長差見て、もう大人と子供みたいになってますけど、非常に分かりやすくて、この数値見ればですね結構差が分かるのかなと思います。でこの高さだったりとか空中戦、得点能力に関してはビエラで、カンテに関してはやっぱり足元の技術だったりとか刈り取り性能っていうのはすごく強いですよね。まあどちらも高レベルでタイプの違う選手なので、まあ自分のスカットだったりとか監督に合う方を選んでいただければいいのかなと思います。で最後にですねカンテ、以前のカンテと比較なんですけど、いや待って強くなりすぎじゃない？まあ1回目は一応フィジコンが落ちてますけど、や
っぱりスピード瞬発だったりとかパス足元の技術っていうのがすごく上がってますので、ぶっちゃけね僕カンテ昔の持ってるんでまあいいかなって思ってたんですけど、これ見たらめちゃくちゃ欲しくなってきましたね。はい、ということで今回ですねチェルシーレベマ比較一気にやらせていただきました。まあ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 今週はこのガチャかなと思ってますので、ぜひですね無課金の方でも引いていただきたいなと思います。ではですねいいと思ったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見てくれてありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ぜひ予想していただいてこの後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。ということで本日も動画ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。